石狩月形駅は、北海道蒲ト郡月形町あざ月形にあった、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった、月形町の中心駅であった。当初から交換駅として設置され、石狩東別駅等駅間の区間列車も設定されていた。札沼線の非電化区間では、 唯一の交換可能駅であると同時に、石狩東別駅方面からの列車は当駅が最後の交換駅となっており、当駅から終点の新戸塚駅までは一閉塞であるため、一列車しか入れなかった。1976年の石狩月型駅と周囲約750メートル範囲、左下が札幌方面、国土交通省国土画像情報をもとに作成駅の 所在する地名に、旧国名の石狩りを冠する。地名は、カバと州時間初代天国の月形清のせいに、由来し、旧国名を冠したのは、開業時すでに同音の駅が存在していたためである。島式ホーム一面二線を有していた、地上駅。1976年時点では、ホームの駅舎側に、さらに貨物積み下ろし線が一本敷かれており、そこから、 駅標の札幌側にあるドバイ斜めに一線、引き込まれていた。貨物の取り扱いが廃止されてからは、かつての積み下ろし線が保線車用側線として残されていた。新都津川方がスタッフ閉塞式であり、運転取扱い業務のため、終日社員配置駅となっていた。出発窓口もあった。JR 北海道の社員配置駅、業務委託駅で唯一緑の窓口がなかった。 改札業務はしなかった。2019年11月現在、発売している切符は数種類の常備券のみで、これ以外の切符は補充券を含め発売していなかった。駅員は石狩東別駅の駅員が交代で当駅で業務を行う形となっていた。新聞4。駅前月型庁が2020年5月の動線廃止に伴い建設を計画している。 バスターミナルを中心とした地域拠点施設の建設地候補に同駅跡を活用する案があった。新聞後が同庁月形小学校グラウンドに建設することとなり、同駅跡の活用は見送られた。2020年5月の同駅廃駅後、地元有志により駅舎やレールを保存し、殺傷船記念館とする試みがある。また、同駅から札姫内駅までの7 2トルの 区間を地元有志によりトロッコとして整備する計画がある。北海道両各鉄道札沼線ちら四つ駅、石狩月形駅とヨガ岡駅。ありがとうございます。